課長の宮広忠を1月26日から1924年3月19日、公式発表3月24日は、日本の皇族、海軍軍人。広康王が課長偶当主であった時の王子。1902年1月26日に誕生した第二、男子。2月1日、広忠と命名される。広安王が未形である伏見の宮を継承するにあたり、 広田大王はわずか2歳で、課長軍の家督を継承する。学習院初等科時代は、広人親王と同級だった。中等学科4年より、海軍兵学校余科に進む。広田大王の海軍兵学校時代初期、校長は、鈴木貫太郎海軍中将であった。海軍兵学校を卒業した、広田大王は1921年7月16日府で、海軍将位候補生となり、 装甲巡洋艦薬物リ組を命じられる。練習艦隊司令官斉藤藩六中将の指揮下で、遠洋航海に出発した。1922年4月4日、練習艦隊は日本に戻った。翌日、広忠王、朝、東王や斉藤中将等118名は、宮城の法王の間で、摂政愚の広日親王に配列する。4月28日、青年式挙行。 5月25日府で、広田尾は、海軍将尉に任官した。戦艦道の区の陸みを命じられる。1923年3月30日、海軍法術学校普通科学生を命じられる。7月12日、海軍水雷学校普通科学生を命じられる。12月1日、海軍水雷学校普通科学生を卒業し、長良型武巡洋艦伊鈴の陸みを命じられる。 当時の伊豆津艦長は、後に、条約派として、伏見宮広安王と対立する、堀り吉地大佐であった。1924年3月3日、広寺王は、伊豆津上官中に発病する。当初は、軽い頭痛で発熱もなかったが、4日に状態が悪化したため、3月6日より、佐世保海軍病院に入院する。交代し、摂政軍は、広安王、 広忠王に対し、東宮寺重土屋正直を見舞いのため派遣した。同日府で、堀定吉大佐は、軍令部出身となり、市村久夫大佐が、伊豆津官庁に任命される。3月13日午前2時55分より意識が、朦朧となり、やがて自然排尿もできず食事も取れなくなった。18日夜に昏睡状態となった。3月19日、 広忠王は流行性脳脊髄炎のため、帰得状態となる。午後6時35分、皇居。同日付で、広忠王は海軍中尉に進級、大勲位に除され、菊花大受賞を授与される。実父の伏見宮広康王は、広忠王の臨終に立ち会ったという。広忠王の遺体は3月24日午後4時に、帰郷し、公式に皇居が発表された。 官報に掲載された、宮内庁告示第15号では24日午後6時35分に、公居したとされている。もしは、弟宮の広信王。3月31日、豊島岡墓地にて連想の儀が執行された。広忠王は独身だったため、課長宮家は断絶する。この2年後の1926年12月7日に、広信王が親戚降下するにあたり、 課長の姓を可視され、課長ぐるの妻子を継承した。身長が六尺一寸という、当時としては異例の長身だったという、ありがとうございます。